なんか我ながらすごくいいタイミングでセーブしたの。でもどこに逃げればいいんだ。迷ってる時間はない。はい、ここここ。この中なら大丈夫と思うけど、万が一のために隠れないと。ロッカーとキャビネットに何か違いがあるのか。ロッカーはこれだろ？で、キャビネットはこれってことだろ？まあ人が入るとしたらロッカーだもんな。だから資料室に隠れたぞと思った時に、まあどこ見るかって言ったらまあロッカーだよな。じゃあキャビネット行くか。うん、そういえば、キャビネットのデータに隠られる場所があったはず。万が一の時でもそこなら大丈夫かも。おう。怖い。なんかこういう一枚絵だってことは正解くさいな。ねえ、こう鼻見せてるわ。大丈夫だと思うけど、もしもあいつがこの部屋の中に入ってきたら、絶対に大丈夫、大丈夫だから。これなんで白長須島の悪魔、普通にセキュリティ入れるんだろうな。なんか体になんかそういう IC チップ的なものがあって、それで入れるのかな。おー、めっちゃペチャペチャ言ってる。風呂上がりじゃん。この足跡、あいつがこの部屋に入ってきたんだ。でもなんであいつはあのドア開けれるんだ？なんかカードとかなんか持ってんのかね、ツタヤの。ここにいることがバレたら間違いなく殺される。音を立てちゃダメだ。いや、あの報告書が正しいなら光に気をつけないと。隙間から見られたら終わりだ。ああ、そうかそうか。目がいいんだよな。ああ、怖い。ボスケて。お、怖っ。何の音？八つ当たり？いや、まだ安心もできないけど。こういうのって大体、やったかっつって出たらいるもんな。部屋の中から気配が消えたし、もうここにはいないみたいだ。どうにかしてあいつに見つからないようにして逃げないと。そうだな。さすがにこのまま老後を過ごすわけにいかんしな。セーブしとこう。うん、パーソナル115の通知音か。確かになったら死んでたな。やっぱ携帯はマナーモードな。あ、トマスのカードの解析が終わったみたいだ。これでクローンカードの生成もできるだろうけど、ともかく今は上のフロアに戻ることが先決。そうだな。いなくなるってことは結構でかいのかな、この地下は。お、なんかうめき声みたいなのが聞こえたんだけど、この声まさか言ってた。声はこの左の部屋から聞こえた気がする。レベル2のカード開かなかったやだ。あ、トマスカードも来てんのかな、 T カードで。いやー、有能だな、ね、猫。おー、なにこれ ?VR で寝てる人。なんだこれ、拘束されてるのか。なんか、VR で多分エッチなやつとか見てんだろうな。とにかくすぐにこれを外して、なんか歯医者にこういうのあるよな。こんなでかくないけど。これ何されてんの？あ、なんか言ってたやつか。池田の頭の中からなんかを下げようとしてるみたいな。あ、はい、クリックね。あ、手術室とかなんだろうか。でもそれにしては少し様子がおかしいような気がするけど。まあね。うん。確かになんでこの光を当ててんだろう。もしかして今はただ一旦この場所を離れただけってことなんだろうか。ああ、なるほどね。
誰かがこの機能を使ってるってことか。いけたなのは確かだけど、手足はかなり硬い器具で固定されてみたいだ。いやー、池田、なんだな、寝るとき口開けるタイプなんだな。これから僕はどうすればいいと思う？池田。このモニターは？うん。今は特に何も映ってないみたいだ。ただ砂嵐というか、スノーノイズだけが映っている。あ、これスノーノイズって言うんだ。今時スノーノイズなんて逆に珍しいけど、このモニターは本来は何を表示するものなんだろう。手術に関係する機器にしては少し様子が違うようだし。確かにな。うちの親父も夜中に俺がリビング行ったら、親父がこのスノーノイズの画面のテレビを見たけど。あ、とうとう親父やばいんだなと思ったけど。今思うと多分エッチなやつを見たんだろうな。エッチなやつを見てて、俺が突然来たからチャンネルを変えたら、スノーノイズの画面を見るはめだったのかな、親父も。今、蛍光灯見てる暇あると思うか？いや、なんかいい蛍光灯だなと思って。マニュアルとかないのかな？俺、パソコンのマニュアル読んでよくわかんねえんだよな。脳波形の表示モニターとか。なんかすっきりしないな。ああ、これあれかね。なんか、池田の見てる夢の中を見てるみたいな。そう考えるとすげえいい機械だよな。ちょっとロマンがあるな。あ、スパコンなんだ。これ、汚ねえロッカーかと思ったけど。確かに何してんだろうね。確かにな、これ外した瞬間に頭バーンとかやだもんな。そう、下手すると脳に直接電源がぶっ刺さってるかもしれないし、電極か。なんか取った瞬間脳みそドゥルーンとかやったらやだもんな。あ、いた。起動させる方法ね。手術じゃないとすると、こんな強い光当てる必要はなさそうだけど、確かに。他に何か意味があるってことなんだろうか。嫌がらせなんじゃない？なんか寝てる人にめっちゃ光当てるみたいな。これ何なんだろうな。 LED を使ってるんだろう。まあ別にどれでもいいけど。どうもこのマニュアルを作ったアホがこの独自システムをゼロから構築したみたいだ。すげえな。これは人間の脳にアクセスして過去の記憶、経験を自治再生させ、それによって情報を引き出す装置だし。へえ。あ、まあそうだよな。この島自体がなんかそういう情報収集のためだったもんな。どの大国も実用化できていない人間の脳から情報を逃出す装置か。いや、なんかロマンあるけどな。使い方があれだけど。人の夢の中ってちょっと興味あるよな。まあ大体人の脳の中を覗くとろくなことないかな、映画だと。なんか恐ろしい体験をしておるけど。ああ、それの接続を無理やり解除すると脳に深刻な障害が残ってしまうらしい。危なかった。そんな薬がない。そうだね。その次は被験者自身に自分が仮想世界を見ていることを認識させ、覚醒を促す方法。ああ、
今夢ですよ、来てくださいってことね。はいはいはい。問題はどうやっていきなり今の見ている光景が仮想現実なのかを悟らせるかだけど、うん、いきなり見ている仮想現実にハッキングを仕掛けてそれを改変できればなんとかなるのかもしれない。ああ、だから一番最初の冒頭でこの世界はリアルじゃないよっていう文字があったんだね。なんかめちゃくちゃでかいネネコとかが出てくれば、あ、これは夢なのかなと思うけどね。この世界は現実じゃない、だから起きてお願い、いけだいけだせんっつって、こっから始まるのね。あ、なるほどね。めちゃくちゃビンタするしかないんじゃない。あー、はいはい、これで空港ね。すごい画像化されるんだ。ってことは俺がネネコとアキラの風呂を覗いたことがバレるのな。あと船でネネコの胸触ったこと。お、空港の案内板に変化があった。へえ、わ、すごいね。行動を変えるとこの世界は現実ではない。うん、これくらいの高度を打ち込むので精一杯だ。あー、なんかいろいろこうやって散りばめたのね。ペンギンが目の前を飛び回るとか、そうだな、それぐらいしてくんないとさ、夢だって気づかねえよな。うん、ほう、最近のペンギンは空を飛ぶのかとか言っちゃいそうな気もするけど、もうそしたら探偵やめた方がいいよ。どんなコードなんだよ、ペンギンが空を飛ぶコードって。あ、アビーじゃねえか。なんかかっこいい BGM が。この女やっぱり、突然なんかアクション映画始まったな。違うね、喋るつもりがないっていうか、この子喋れないんです、人見知りで。いいだろう、ならば例の解除コードを教えてもらおうか。例の解除コード、お前もそのコードを知ってるはずだ。解除コード、え、ならばトマス・ハリントンとレイモンド・キを殺したの誰だ。え、やつはお前たちの仲間なんだろ、知らないと言わせないぞ。あ、アビー、なんかそっち側の人じゃないんだ。あ嫌な音がしましたね。右腕を折った、次は指だかわいそうに。叫び声もなさいのかな、ずっとこれ頭の中だもんな。あとはコード装置を実行するだけで池田の脳内にデータを送れる状態だったはずだ。あの、ペンギンが空を飛ぶパチンコの演出みたいなデータな。音声コマンドの実行なんとかできるの。仲間はいる、全部教える。私の仲間の名前は、いや違った、コードネームはパーソナル11をコード実行という名前なんだけど、ねねこなんか本当にかわいそうだな。腕折られたり、怪物に食われたり。
ああ、そうなの、ペンギンだ。思ってるでかい。ペンギンが宙に浮いてる。ほう、最近のペンギンは空を飛ぶのか。ただ妙なのは、この空港内にいる他の人間が誰一人としてあのペンギンに注目しないってことだ。俺はてっきりなんかペンギンの大群とかが飛んでんのかと思ったけど、でかいペンギンがああいう風に飛ぶのね。つまりあのペンギンを見てるのは俺だけってことになるわけだ。そうなると少々事情がややこしくなる。そうな、考えられる可能性は3つ。1つ、オーバーワークがたたって俺の精神がおかしくなった。まあでもそういう幻覚としてもまだいい方だよな、空飛ぶペンギンは。うん、やばいとは思うけどな。ちょっと実際にあのペンギンは飛んでいる。ああ、まあバルーンやね。立体映像の類って可能性。まあ。そしてそれにあたりの人間を気づいてないっていうのが、まあ現実的でいい線だろう。うん。それならこいつを確かめる簡単な方法が一つある。うん。あそこに浮いてるあれなんだかなんだかわかるか。ごめんなさい、わからないわ。インフォメーションにでも問い合わせてみたら。RPG の街の住人だよな。そもそも今の受け答え自体妙に噛み合っていないような気がしたか。そうだよね。なんか、インフォメーション、関係ないよな。家見てないわって言われたもんな。だから夢の中だから、もう受け答えが設定されてんだろうな。この世界は現実ではないという可能性。まあ、なんか夢かなって思うわな。妙だな。どこかでこのフレーズを見たことがあるような、そんな気がするんだが。俺は何かを忘れている。島ってのは何だ？うん。まあ、この館側の人間は池田の記憶から何を抜き出そうとしてんだろうな。アウロラかな？まあ、だから、池田が何かを見たりとか記憶したことで、館側の人間が何か欲しい情報があるってことだもんね。そうなってくるなんか、アウロラっぽいよな。おお、すごいな。突然撃つじゃん。一体あれは今どういう状況に陥ってるんだ？ねえねえ、こう、仮に今、昏睡状態に陥り、仮想世界の中に囚われている男がいるとする。すごい例え話だな。そいつがその仮想世界から目覚めるためには、どんな手段を取る必要があると思う？え、仮想世界から目覚める方法？なんでそんなことを知りたいんだ？ねえねえ、こう、ちゃんと答えてくれんだ？仮想世界から目覚める方法なら、まず第一には外部操作、次に外部刺激、システム自体のシャットダウンか、薬剤投与とかかな。その方法は難しそうだ。うん。これなんで会話してんだろうな。うん。仮想世界であると認識することが覚醒の第一歩だと思う。それでも目が覚めないなら、後の人たちは覚醒物質の分泌を促すとかかな。ドーパミンとノルアドレナリンの分泌。ほう。ああ、夢の中でも興奮状態や危険な状況にさらされれば、それらの脳内物質が分泌されて、覚醒に近づけると思う。ああ、なんか怖い思いした時にバッと目が覚めるっていうのはそういうことか。夢の中で。なんか襲われて、うわーっつって落ちるみたいな描写あるもんな。ああ、なるほどね。実際の感覚と仮想世界が強くリンクしているなら、自殺は衝撃が強すぎてショック死する恐れがあるから。あるからからから。ひえー。
すげえな、俺夢だと分かってても自分で銃撃てるかな。おお、すげえすげえ、落ちた落ちた。まだロックバンド来た。今この部屋にはアビーとネネコとイラセンとドア側になんかロックバンドいるかな。生演奏でお届けします。バカな目を覚ましたのか。クソ待ってろ、こいつを始末した後すぐに装置をつなぎ直してやる。ああ、やっぱりこの装置自体はアビーだったのか。まあやっぱり屋敷側がティダセンの情報を欲しがってはいたけど、トマスとかを殺したのは館側の人じゃないってことか。鋼鉄製の工作業は素手で。池田製は何、人間なの本当に。貴様やはりただの探偵ではないな。実は俺のじいさんがスーパーマンの知り合いでね、この程度のことを朝飯前なんだよ。すげえな、全く関係ないな。じいさんの知り合いがスーパーマンはなぜお前が強くなる。お前やっぱアビーはくせえと思ったんだよ。ねえねえ、こうかわいそうに化け物に襲われるし、腕折られるし。アジー、ああ関節が外されただけなんだ。でも関節外れた方が痛いもあるよな。しかしそうなると犯人は誰なんだろうな。トマスとかを殺した。館側の人間でもないし、白長須との悪魔は知能が低すぎるから、なんかそういうちゃんとしたトリックとかを使わないと思うんだけどな。それに死体をわざわざあんな風にやらないだろうな。殺したら食うはずだしな、ネネコも食われたし。ってことはやっぱり人間の犯行っぽいもんな、あの事件は。やっぱりここに来た客の中にいるのかな。なんかパニックものにシフトしたと思いきや、ちゃんとミステリー要素も残ってるんだな。だいたいこういうのでパニックものに行っちゃったら、パニックものに出てくるモンスターが犯人でした、ババーンで終わりなんだけど、まだ謎が残ってるものだな。上の階にいる客は5人だぞ。一体誰を呼ぶに数えたんだ。心配になってくるんだが、なんだと。まさか俺が寝てる間にまた誰かが殺されたってことか。いや、客の中で殺されたのはトマスだけだけど、それを除くと残りは5人だろ。頼むからしっかりしてくれ。何言ってやがる。ジェイコブ、アキラ、ジゼル、リール、アウロラ、アレックス。やっぱりどう数えても6人だろうが。いや、ちょっと待て。そのアウロラってのは誰。アウロラ・ラビーヤ。金髪で背はそこまで高くなくて、歳はお前と同じか、それよりも若いくらいで、ああ、そうだ、あの大きな青いリボンをしている。怖いこと言うな。そんな女どこにもいないぞ。ああ、やっぱなぁ。シックスセンスみたいな感じかと思ったわ。なんか、他の人と会話する様子なかったもんな。だからちょっと、食堂に残ってアウロラの様子見たかったけどな、そういえば。アウロラがいないだと？おい、そいつは本当なのか。あれが偽物の光景だとすると、俺が体験していた世界はどっかが現実で、どっからが仮想のものだったんだ。そのアウロラってのはプログラムで組み込まれた仮想人物だったのかも。ああ、なるほどね。だからこの池田が寝てる間に、このパーソナルコンピューターを使って、アウロラっていうプログラムで組まれた仮想人物が、なんか条件をしてくれたということだな。確かに、
池田線の脳から情報を得るためなのに、なんでアオロラっていう仮想人物を送り込んだのかよくわかんないよな。うん、なんかそういう理由があったのか、それともなんかこの機械を使った人とはまた違ってネネコみたいな感じで助けようとした人が使ったのか。じゃあ何か、お前がパーティー会場で裸踊りしたのもあれも現実じゃなかったってことか。キーカードなら開くかもしれないけど、今の状況だとそっちに向かってる場合じゃないと思う。まあとりあえず出たいよな。ここで化け物があったら終わりだもんな。ひー、やっぱ怖いよな、この。この長い、無限に続く廊下は怖えよ。アビーのセリフが気になるな。奴はお前にトマスとレイモンド卿を殺したの誰かと聞いたんだろ。となると、あれをやったのがヤシイ側の人間ではないことが、ほぼ確定したわけだ。そうなんだよな。ってことは、残った5人の中にやっぱ犯人がいるのかな。籠城戦を行うとしても、俺たちはその犯人の存在にも気をつけないといけない。お、またコサックダンス踊る鳥が。早っ0.5 秒ぐらいだいたい。もう螺旋階段。俺はネネコが小さくアンドの息を吐き出したのを止めさせる。お、足音が聞こえる。誰かがこの階段を降りてくる。俺はネネコに合図し、共に螺旋階段の下に身を隠した。